はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気に差がつくやっていきましょうということで、来ましたクォーターアニバーサリーが来ております。現在アップデート中なんですけども、まあ先にですねお知らせが来ましたので、まあちょっと動画先に撮っていこうかなということで回しております。まずはじめにこちらですね、メンテナンス実施のお知らせということで、あと15分ほどでメンテが開けますね。サーバーメンテナンスと、あとバージョンが変わります。 4.1.0 バージョンということで、新規追加交換所にアイテム交換所が追加されましたということで、これは前々からですね運営さんも追加するという話をしておりました。ついに追加ですね。すごく待ってました。これは下位のアイテムを上位のアイテムに交換したり、上位のアイテムを下位のアイテムに交換したりすることができるということで、まあオーナーさんによってですね多いアイテムがそれぞれ違うと思いますので、これで解決できるのかなというふうに思います。まあ、ちょっとポイントになってくるのは進化系のアイテムですね。あれがもし交換できるようでしたらとんでもないことになるので、まあ長くからやってる方とかだったら進化の銅とかシルバーなんて数千個単位で、まあ人によっては、もう1万とかあるかもしれませんよね。なんでもしそれが金の玉に交換できるのであれば、まあでもありえないか、もしそれができたら相当な数の、金コインを手に入れることができるので多分ないと思いますが、もしそれがついていたらちょっとえげつない、ことになるかなというふうに思いますね。さあ続いて新仕様、仕様変更ですね。 CCT にオートプレイを追加ということで、まあ、CCT 今回、今日からも始まりますけども、これにオートプレイがついたということですね。まあどうなんでしょうね。とにかくたくさんこう消化をしていって、時間と労力をかけた方が、トップになっていくという CCT においてオートプレイをつけるのがまあいいのか悪いのか、まあよくわかりませんけども、まあオートプレイがついてるということなので、今後より一層ですねボーダーラインというか、1位2位3位を狙っていこうと思うと、すごい膨大な時間を、スマホの端末を使い続けなきゃいけないのかなというふうに思いますね、このオートプレイ。はい、そして不具合修正ですね。あ、そうか、ということはオートプレイが入ったので、1位2位を狙おうと思う方は 50GB を溶かしてどんどんやるとして、でも寝てる間とかもオートプレイがあるんだったらやっていこうということであれば、すごいことになりますね、 GB 消費が。はい、で不具合修正ですね。まあこれはいいでしょう。いろいろな不具合が治ったよということで、まあ見ていただいていただければいいのかなというふうに思います。さあ次に行きましょう。こちらですね、アニバーサリー特別キャンペーンということで、クォーターアニバーサリーが来ました。まあどうなんでしょうね、 3.25 周年という非常に微妙な周年ではありますけども、まあ何かしらお祝いがあった方が盛り上がるのでいいんじゃないでしょうか。期間中にミッションを達成するとサマースーパースターカーニバルスカウトチケットの破片が獲得できる、ミッションが、開催と。新しい仕様できましたね。要はサマースーパースターカーニバルを回すことができる、チケットをの破片なので、何枚か集めて交換になるということでしょうか。ミッションで上記のスカウトチケットの破片を集めると、ロナウジーニョ、メッシが入手可能なクォーターアニバーサリー、サマースーパースターカーニバルがスカウトチケットで引けます。素晴らしい。なるほど、今まではですねこういったレジェンド級の選手とかのフェスガチャっていうのは必ず GB を使っていかなければいけなかったんですが、なんと無料のチケットで手に入れるチャンスがあるということですね。これは素晴らしいですね。はい、さらに今回の期間限定交換アイテム、があるということですね。7月15日本日のメンテナンス後から8月25日水曜日までですね、1ヶ月以上ありますね、の期間の間で、この破片のチケットを10個で、サマースーパースターカーニバルスカウト、まあ長いのでロナウジーニョガチャにしましょうか。ロナウジーニョガチャチケ1枚と。1枚。うん、なるほどね。つまり10個の破片を集めたら1回だけ、400GB 分ですね、1回ガチャを回せますよということですね。はい、まあてことは10個集めて 400GB みたいなイメージですかね。はい、で交換制限がありますと。5回までということなので、まあマックス50個の破片を集めてみんな5回ゲットして、4,5,27,2000GB 分のガチャになるんですかね。5回、ロナウジーニョ、メッシを目指して5回チャンスがありますよということですね。新しい試みなので非常に楽しみだなと思いますし、いい試みなんじゃないかなというふうに思います。続いて交換期限、同じく7月15日本日メンテ5から、これ短いです、気をつけてください。7月28日の水曜日まで
テクニカル能力アップ練習レベル 4×200 個を使うことによって能力アップ秘密練習。おー、なるほどね。テクニカルの能力アップをレベル4を200個使えば、なんと、黒ビブが手に入るということで、これも10回までですね。まあ、上位のオーナーさんたちは、多分相当余ってるでしょうから、10回パッと交換するんじゃないかなというふうに思います。これも交換期限ありますので、交換できそうな方は、このテクニカルの能力アップ手に入れれるところなどを探して、交換していくといいんじゃないかなというふうに思います。さあ、続いて限定ミッションについてですね。試合50試合で破片3つ。まあ、こんな感じでわーっと集めていければ、合計で、10個で交換でしょ ?2 枚交換分になるのかな。で、あとは CCT10 回ずつで破片2。で、アリーナ10試合で破片2が、まあ、期間中ずっともらえると。多分これを全部合わせると合計でさっき言った、ガチャチケ5回分の交換制限ぴったりになるようになってるんじゃないかなと思います。なんとマイクが外れておりました。これ今まで喋ってたのって取れてるのかな?あ、ごめんなさい。もしかしたらすごくお聞きづらい音声になっていたかもしれません。今マイクオンにしました。マイクが切れてました。ごめんなさい。はい。では、に行きましょうか。はい。で、7月14日、夏のクォーターアニバーサリーの、まあ、配信が行われますよ。というか、行われましたね。昨日でございます。はい。見た方も多いんじゃないでしょうか。まあ、すごく面白そうなイベントの開催予告がありましたね。みんなでグループ分けをして、みんなで戦っていこうみたいな面白そうな、しかもナショナルチーム、国染めなのかな?まあ、国のなんか代表なのかよくわかりませんけども、すごく面白そうな、イベントが行われるということですので、すごく楽しみに待ちたいなというふうに思います。まあ、チーム組というかグループ決めは、ランダムで行われるようでしたので、もし私と同じグループになった方、一緒に頑張っていきましょう。さあ、他にもですね、まあ、生配信、思うところや考えれるところ、まあ、いろいろとありましたので、ぜひ見ていただければいいんじゃないかなというふうに思います。SWCC のデータ考察っていうところに関して言えば、正直、まあまあまあ、運営さんの、何ですかね、サカツクの、こう、サカツク IQ というか、まあ、がよくわかる、内容だったかなと思いますね。まあまあ、そこはいいでしょう。まあ、ちょっと別動画で、それちょっと用意しようかなと思っていて、SWCC のデータ考察、宮崎 P のデータ考察は、こちらの配信見ていただければいいかなと思いますが、僕なりに、いや、ここちょっと違うんじゃないかな、こうだよなって思うところがたくさんあったので、まあ、僕なりな、鳥取キングダムのデータ考察っていうのを撮ろうかなと思ってますので、そちらもよければ、動画出しますので、よろしくお願いしますと。さあ、次はこちら GB 増量キャンペーンということで、まあこれは課金されている方は非常に嬉しい内容なんじゃないかなというふうに思います。まあ来るとは思ってましたけども、まあこういう内容ですね。課金する方はぜひここで課金しておくといいんじゃないかなと思います。そして SWCC のエントリーが開始されました。はい、今日からですね、忘れずにエントリーしていきましょう。さらには今大会からですね、ディビジョンのチーム総合力の制限範囲が大きく変更されておりますので、そこ注意していただいて登録していただければなというふうに思います。私は、まあ、とりあえず、ダイヤモンドディビジョンでこのままやっていこうかなというふうに思います。はい。さあ、あとちょっと楽しみなのは今回ぐらいですかね。 SWCC の開催と同時に出てくるトロフィー交換選手に、ユベントスのレジェンドが来るんじゃないかなというふうに思ってます。すごくそれも楽しみだなというところですね。はい、そして CCT 来ましたね。まあもうローテーションのようになってますね。ただまあどうなんでしょう、 CCT が楽しみだとか CCT が好きだっていう声、私の界隈では全く聞かないので、そこがすごく残念だなというふうに思います。まあ私自身も第1回大会めちゃくちゃやらせていただいて優勝しておりますので、CCT については結構言えるんじゃないかなと思いますが、まあちょっとですね、改良する点っていうのはいくつかあるかなと思っています。オートシンクをつけるとかそういうのは一切いらないですね。そういう問題じゃないんですよね。もっと変更していかなければいけない点っていうのはもっと他にあるんじゃないかなというところですね。まあどうしても廃課金、かなり課金税が、メインの遊びになってきてしまってるので、まあそこをですね、まあちょっと緩和するような、楽しみ方ができるようなものを作っていけるといいのかなというふうに思いますね。はい、まあいいでしょう。で、CCT、これをですね、クリアしていくと、合計ポイントがいつものように、これ何ポイントだったかな。どこだ?
ごめんなさい、ちょっとどこかわからない。まあ、あったあったあった。はい。40万ですね。40万ポイントクリアすると、クルーマン監督が、イベントで手に入るということですね。はい。ロナウド・クルーマン監督ですね。現在の、バルセロナの監督ですね。戦術指導レベル3回、当然のようについてます。そして、消耗戦指導レベル1強いですね。そして、ディフェンス強化指導回ということで、めちゃくちゃディフェンスが硬くなるやつですね。全選手超特大アップするディフェンス能力がっていうやつがついてます。そしてありがたいですね。良かったオフェンスバリエーションがついてると、なんで武屈についてなかったんだと今はより一層思いますけど、ただ忘れただけな気もしますけどね、オフェンスバリエーションついてるのでありがたいですね。これによって、いろいろと可能性がまた広がってくるというところです。で 4-3-3 ですね、 4-2-1-3 みたいな感じで、まあまあまあ伝統的な、このゲーム始まって一番最初に、派遣を取ったブラウグラーナですね、あれのまあ、強化版みたいな形で、まあ、4バックに2ボランチ、トップ下がいて、ウィングがいて、センターフォワードがいると。まあ、非常にこのゲームでは一番ですね、安定して強い、フォーメーションになっているということですね。で、おそらく、まあ、同じようにボランチを1人下ろして、疑似5バック等もできますし、まあ、かなり強いなというのは印象です。そしてクルーマン監督、パス、ドリブル、マーク、キープ、スピード、これもね、すごく強いと思います。まあ、当然ですけども、シュートバフはついてません。シュートバフはですね、まあ一旦これで一周したのかな、ポゼッション監督出てきて、全部一周したので、まあまあまあそうですね、多分 3.5 周年とかに、シュートバフ付きの強い星5っていうのがドンって出てきて、一掃していくんじゃないかなと思いますが、それがないにしてもですね、すごく強いと思います。今までの星5監督とどこが違うのかというとですね、今までの星5監督は、特に強かった、ファンセカ監督とかなんですが、パスドリブルは一緒です。でマークタックルだったんですね。そのタックルが削れてキープになってます。フィジカルが、テクニカルのところが上がってるというところですね。いやータックルの方が強いんじゃないのと思いますよね、一瞬は。ただよく考えたらですね、ポゼッションというまあ戦術の中でドリブルとキープとスピードが高いっていうだけで、これよく考えたらもうドリブル力で言ったら最高峰の監督になるというところで、ドリブルで打開していける展開が多くなればなるほど、まあ、やっぱり得点にもつながっていくので、マークタックルのタックルを削ってもマークが高ければ最近のあのディフェンス力で言ったらなんとかなるんですよ。クルーマン、やっぱディフェンス強化指導回ついてますの、レベル3回ついてるので、それだけでですね、そもそもディフェンス能力が超特大アップしてるんですよ、内部的に。そう考えたらそこのタックルを削ってマークだけでガッと上げて、そこをですね攻撃に活かせるキープに持っていったっていうのは、多分現状出ている星5監督の中でもかなり強いんじゃないかなというふうに予想。スタイルが必要ということですね。星4のコロッペ、地面へのクールールマルテタということで、やっとですね、全体的に新しい監督が、パーセントボーナス監督になっているということなんで、今回ですね、ハイスコアを競う戦い、多分ですね、過去最高レベルの戦いになってくるんじゃないかなと思います。まあ、この監督たちっていうのがかなり強いですし、あと最近のオーナーさんたちはやっぱり作り込んでますので、私も含めて。なんで今回ですね、多分ハイスコアってもう30万、31万、32万の、ボーダーがバンバン出てくるんじゃないかなと。選手たちがついに登場いたしました。
ログインをしていくことで、一つの、やっとしますということで、キーパーの順にもらえるということですので、これはですね、ぜひやっていきたいなというふうに思います。まあ私もですね、ツイッターの方にお願いしようかなと思いますので、協力してくださる方、ぜひよろしくお願いいたします。はい。ということで、ここまで、猛スピードで話してきましたが、ここからがガチャのメインですね。あれ、終わったかな？あ、終わってますね。お、かっこいい。あ、なんかいいですね。夏っぽくてすごく、鮮やかな、スカイブルーの青が入ってますね。さあ、行きましょう。さあ、アップデが終わっております。オーナーお疲れ様ですと。で、ログインボーナス。あ、ここでまた一緒に確認していきますね。おー、いいですね。2000GB いきなり手に入りました。皆様も今手に入ってるんじゃないでしょうか。あとは5日目で 600GB、 10日目で 1000GB、 8日目の監督スカウトチケット楽しみですね。で、最後15日目が、限界突破アイテムというところですね。はい、ありがとう。難しいところでしたね。ないです。あとで、で、ロナウジーニョなんですけども、あ、ロナウジーニョじゃなくて、星4選手の中にはバンディエラ特徴を持っているメッシ、それからそうなんですよ、星4で配布なのにバンディエラ特徴を持ってるらしいです。あとはキーマン特徴を持っているコーチーニョなどもらえるので、この辺は大切にしっかりともらっていくようにしていきましょう。はい。で、チャンピオンシップですね。CCT が始まりましたということですね。はい。で、パネルミッション始まってますね。モスカルが1枚目でもらえるんですね。特筆すべき点は、まあ、ここかな。これが嬉しいですね。覚醒専任コーチがざっともらえる。で、次のページが、これを嬉しいですね。監督スカウトチケット3枚もらえる。あとは、これかな。10枚、星4チケット。そして、最後のページで、ここも嬉しいですね。星5一体作れるような感じですね。あとは、あー、そうなんだ。あ、これ嬉しいですね。10個、大きい。10個大きいですね。はい。っていう感じになってるみたいですね。はい、ということで、あ、エントリーですね。はい、エントリーは後でしておきます。ということで、一旦ですね、ここで切らせていただきたいなというふうに思います。なんとか最速でですね、まあ、グープさんじゃないですけど、スカウト、こちらですね、激アツなガチャ来てますので、こちらの解説していきたいと思いますので、後編もよろしくお願いいたします。ということで、この辺で動画を終わりたいと思います。それではまた。My life inside a car.